ね、いや、このビジュアルよな。で、次、ひなちゃんね。いや、かっこええな。かっこいい中にもね、こう女性らしさみたい。いや、ハビちゃん、いや、あ、いや。はい、皆様、局長です。ということでね、この動画に関しては、XG のデビュー日が発表されたのと、そのデビュー曲のビジュアルティーザーが公開されてたんで、ね、今日はそちらのリアクションを撮っていこうかなと、思っただけですけども、今回見ていただきたいのが、はい、こちらなんですが、3月の18日、もう再来週ですね、になんと、ティピトーズでデビューするということになります。はい、ということでね、まぁ、今回、まぁ、ティピトーズのね、このロゴだけ、なんか XG のロゴなんかな出てるんですけど、まぁ、これ見る限りでは完全にガルクラですね。まぁ、それも皆さんね、言わんでも分かってたと思うんですけど、まぁ、このティピトーズっていうのが、なんかヒップホップとか R&B 動向みたいなね、説明もあったんで、ちょっとそれは後ほど読んでいくんですが、まずはそのティピトーズの、ビジュアルティーザーをね、皆さんと一緒に見ていこうと思います。はい、ということで、こちらがそのティーザーなんですけど、ティピトーズと。で、まずはジュリアちゃんね。いや、このビジュアルよな。で、次、ひなちゃんね。いや、かっこええな。かっこいい中にもね、こう女性らしさみたい。いや、ハビちゃん、いや、あ、いや、オーラよ。あ、で、あ、これ、全員な。で、次、ティーザー2な。ちょ、後で止めてっからな。で、まず、ジュリンちゃん、いや、オーラよ。で、ちさちゃん、局長、ちさちゃんも、いや、ビジュアルメンバーやな。で、コーラちゃんね、いや、で、まやちゃん、いや、いや、大人っぽいね。いや、あれ全員出たん？あら？いや！ああ、なるほどね。じゃあ次ちょっと止めてみていくで。だからシンプルやね。今回もビジュアルティーザーやから、ビジュアルだけ見せるでっていう。その世界観動向はまずこの中にないんやな、まだな。コンセプト的な感じは見せてないもんな。だから、コンセプトトレーラー的なんかあるんかな。いや、まずはジュリア。これ、いや！見て。ビジュアル、な。いや！この、いや。えらで、次ひなちゃん、いや！かぁ、いいっすね。いや！いや、かっこええな。やっぱスーツかっこええな。おー。で、ハービーちゃん、ちょっと半端ないな。鼻がえぐい。いや！芸能人って感じやな。いや！おー、いいっすね。なんか、待って。ハービー、なんか杖かなんか持ってるけど、どういうことこれ、悪魔の、悪魔が持ってるやつやで、これ。な。なるほどな。で、次、これ4人出た？これ全員出た？で、まず、ジュリンちゃん、これすごい、この、ウェットな感じな。いいですね。ラスボスやもんな。いや、で、次、ちさとちゃんな。あ、だから、後半1人多いからちょっと短いかな。ちさとちゃんの、これ、ちさちゃん、いやー、すごいな。スーツ似合いすぎな。で、コナちゃんね。いや。ああ、雰囲気あるよね。で、次、まやちゃんね。いやー。これは、年下の男子からモテそうな感じしてるで。いや。いや。すごいなー。いやー。全員出たん？出た。いやー、ないな。これだから一人一人、個性もあるよね。顔もビジュアルもそうやし。まあ、持ってるね、技というか、この子が歌うまくて、ダンスうまくて、ラップうまくて、みたいな。いやー、いいグループなんじゃないでしょうか。まあ、全然まだね、ビジュアルだけやから、わからんねんけど、まあ、曲、楽しみやな。だから、ミュージックビデオどうなんですかね。なんか、J-POP とかあったらさ、曲調も知らされてないんやけど、運営さんからね。J-POP とかなんか、ミュージックビデオ先に公開するとかあるじゃないですか。で、今回3月18日なんで、まあ、当日なんかな、ミュージックビデオもな。だから、何時とかも入ってない、ちょっとわかってないんですけど。まあ、とりあえず楽しみやな。で、今回のね、このティピトーズがですね、グループのコンセプトであるヒップホップと R&B をベースに、繊細かつ強烈な印象を与えるウィスパーリフレインと、ボーカルダイナミックでエッジの効いたラップが織りなす、ドープなエネルギーをまとった中毒性のあるトラックに仕上がっているというと。で、これ、なんか CD とアナログレコードも同時にね、発売されてすごいですね。まあ、K-POP のためにアナログありますけどね。いやー、面白いですね。だから、結構音楽ファースト的なとこあるかもしれないですね。まさにこう、K-POP 動向とかいろいろ話してましたけど、まあ、間違いなく、あっちより、まあ、洋楽寄りな感じの仕上がりになってるんじゃないかなというところですね。なんで、まあ、多分このままいけば英語で歌うんじゃないかなっていうのは、日本語、まあ、ちょっと日本語入れてくるとか可能性あるかもしれないですけど、まあ、そのあたりも含めて、まあ、行くんやったらね、全部英語とかの
のは面白いけど、やるんやったらもうな、日本古虫でやってくれた方がかっこいいからな。まあ、それはまあ楽曲に期待やなというところですね。ってことでね、今日はまあ3月の18日に発売されるこのね、XG のデビュー曲の Tiptoes のビジュアルティーザー見ていきましたけども、まあ、概要欄にやる載しとくんでね、ぜひともこの動画の後に見に行っていただければなと。で、これからもね、このデビューに向けてもそうですけども、バチバチにこの XG 盛り上げていくんでね、一緒に盛り上げていただければなというふうに思っております。ということで今日も最後まで見ていただき、ありがとうございました。